はい、こんにちは。婚活系 YouTuber のタクです。まあ、婚活系って言っても、まあ、最近は評論家気取りでやってますので、えーまあ、婚活評論家ってことでよろしくお願いします。えー、まあ、今日はね、あの、以前ちょっとね、支、え、給、ー、支給炎上案件でお話ししました、あのー、婚活業者の計算について、えー、またね、 やりたいいいと思まますすよろししくお願いします、まあ、以前はね、あのー、支給でね、ちょっと、あるね、ある YouTuber の方の動画を見て、えー、あ、これ俺もやらないといけないなと思って、まあ、子支給でね、えー、撮りました。で、まあ、そ外で撮ってたんで、前回は。えー、今度はね、ちょっとちゃんとしたの撮りたいなと思います。で、あのー、婚活業者、婚活業者。 K さんって、いると思うんですけど、K さんね。うーんあの方がね、えー、っと香水をまあ販売してて、その香水がめちゃくちゃ高いと。うん、50ミリリットル1万6千何百円。1万6千円台なんですよ。50ミリで。で、なんかね。 えーまあ、キャッチフレーズとかはね、こうなんかこう、ワンランク上を行くみたいな感じでね、婚活専用の香水なんですみたいな売りなんですよ。うん。でもよくよく考えて、あの、婚活専用だとしても、1万6000はないと思います。うん。あのー、1万6000の香水買うんだったらあの、ブランドの香水買いますよ、皆さん。どう考えても。ブランドの えー、百貨店でブランドの香水を絶対買います、うん、だってそんなねだ、あんまり有名でもない、なんかね、芸能人でもない、特になんかね、えー、会社としてね、でかい会社でもない、そういう人のね、販売した香水なんか欲しくないじゃん、どう考えても。だから、おそらく売れません。ほとんど売れない。まあ、それはね、あの数個とかね、あの20個ぐらいだったら売れるかもしれないけど、10個とかね。あのー、基本的にね、そんなね、いっぱい売れないと思いますよ。 うん、で、えっと、基本的にね、あのまず、会社自体、営業してるところ自体が田舎じゃないですか。あのちょっと言えないけど、この西日本のね、西日本のちょっと田舎の方でしょだから、どう考えても客層があの、年収が低い人が多いんですよ。あの つまり、お客さんとして来る人の年収がそもそも最初から低い人が多いのに、まあ、おそらく300から450ぐらいに入ってると、で年齢が高くなるとまあ500ぐらいまで350、300から500ぐらいまでがまあほとんどだと思うんですけど、その中で1万6000円台の香水買ってくれるかなっていうと、まず買ってくれないと思います。だから、あの売れません。 で、えっと、K さんはね、おそらくなんかね、すごい自分がね、あのー、こうなんか芸能人みたいにすごい有名になってね、っと思ってるんですよ、本人は。だけど、全然有名じゃないから、もっと他に有名な、あのー、方いっぱいいるし、あの、婚活業界に限っても、あと、あの、O さんもいるし、えー、まあ、別のね、別の K さんもいるし、 いろんな方がいるのになんかねこの人だけねすごいなんか芸能人みたいにチヤホヤされてて、すごい人気があるわけじゃないんですよてか全然人気がないから <laughs> なのになんか勘違いしててあの、自分がねすごい芸能人級に人気があるんだと多分思ってるんですよ本人がそうじゃないとこんな高いね香水なんか普通売らないからうんでもあの、そういうねあの、僕は思うんですよあの、 本人がねすごいなんか高いところに自分を持ってきているんじゃないかなと。でこの香水のねちょっと内容を見るとさ、えー、まあ,あのキャッチフレーズはさっき言ったんですけどあのー、まあそのね大好きな彼を振り向かせる香水とか言ってさやってるんですよ。これ女性向けに売ってんのかなでもね男性も女性もどっちもねあの PR 動画やってたんで。 女性になるともっと年収が下がるからそんな高いもん買わないですよ。うん。間違いなく買わない。あの、男性でね、男性だったらね、まあ買うかもしれないけど、女性のね、年収が100万、200万の人が、こう1万6000円する香水買うわけないじゃん,、うん。大好きな彼を振り向かせる香水って書いてるんですけど、男性に売るんじゃないんだ、みたいな。うん。女性だったら買ってくれないですよ。間違いなく。 年収100万200万なんで。で、えーまあ、いろんなね、あのー、まあお客様の声とか歌ってやってるんですけど、いい香りだねとかね、あのそれね、誰だって言うでしょ、香水だから。だから香水嗅いでねあの、この香水なんか変な匂いって言う人なんか、ね、まずいないから、絶対いない <laughs> あの。絶対香水つけてたら、あ、これいい匂いだねとか。 なんか香水使ってるぞとかさ絶対声かけられるわけだからあのなんか香水変な匂いだなんていう人なんかまずいないからうんうんこの面白いねお客様アンケートうんまあこういうところでねえっといい評価を出してお客さんに買ってもらいたいっていうのがねまああの考えなんだろうと思いますまあよくありますよねうんまああのお客様アンケートっていうのを使ってね あの、こういういい評価があったんですってね、いい評価ばっかり集めてね、その中で自分のお気に入りのいい評価だけばって出すと。これね、結構多いですあの。あの、結構ね、通販とかね、多いですね。あの、いい、いい評価だけで出してね、これほんといいんですみたいな。でもさ、それってまあ、まあ、その、一っときはいいかもしれないけど、長い目で見たときに、まあ、伸びないですよね、企業として。まあ、はっきり言うとね、あのいい評価ばっかり。 出しても結局ね、あのそれはその一時の、その本当にその時だけの、うん、商売になって、結局ね、長い目で見たら伸びるかっていうのは伸びない企業のパターンですね。えー、まあそのいいアンケートと悪いアンケートと両方を比較して、えー、精査してから、あの、ちゃんとね、やらないといけません。ちゃんとやるって言っても、その、あの、 いいアンケートだけをやると、結局人ってねあのいい、いいアンケート、いいアンケート、いい答え、いい答えばっかりだってね、見るとあの嫌になってくるんですよ。あ、これ本当なのかなこの,この会社本当にこれでこういう、なんだろうな、いいことばっかり言われてるのかなってみんなね、あの疑心暗鬼になります。まあこれね、あのまあ、この人たちは知らないと思うんですけど、まあこの K さんの会社とかね、K さん知らないと思うんですけど、いいことばっかりね、書いてても、 結局ね、その、あの、人ってね、なんか、うさんくさいなとか、疑心暗鬼になって、いや、これ本当正しいのかなってなってくるんであの、いい言葉抱えても全然ダメですね。まずね、あの、基本的なことは分かってない。<laughs> あの、はっきり言って。だから、まあ、あんまり大した、あれじゃないなとか思いながらさ。で、まあ、下ずっと見てってね、まあ、いろいろあるんですけど、うん、まあ、言いたいことも、こうね、この2ってね、これセンスないなっていうところもいっぱいあるし、これ売れないんだろうなとかいうところもいっぱいあるんですよ。この えー、HP、ホームページをね、見ながらね、まあ、思うこともいっぱいあるけど、まあ、全部言ってると、まあ、時間がないんで、えー、まあ、あと何言おうかな。まあ、今日はそのあたりにしとこうかな。まあ、あのー、まあ、大したね、うん、内容ではないし、まあ、これ見てね、買ってもらえるかっていうとね、多分、うん、買ってもらえないと思いますね。ということで、えー、っと、まあ、僕もね、これからちょっと K さんのメルマガに登録しようかな。 っていうのは冗談だけど、あの <laughs> 登録しません <laughs>。絶対ありえない。はい。ということで、えー、終わりたいと思います。ありがとうございました。